これで解決したわけではないけれど、ひとまず何も聞かれなくて済むわね。いつか殺すことになるかもしれない相手だもの。なるべく接点を持たないようにしなきゃ。でないと、いざという時に決意が鈍ってしまうかもしれない。ユイトってなんだか不思議な相手だわ。お姉ちゃんとも瀬戸さんとも違う。特別気になるわけでもないのに、どうしてもっと簡単に無視できなかったのかしら。まあいいわ、もう連絡が来ることもないんだし、今はお姉ちゃんのことを考えなきゃ。